はい、それでは早速、始めさせていただきたいと思います。本日の内容なんですけれども、まず最初に、メタストアとはというところの、ご案内と、それから実際のワークショップですね。あとは、お知らせ、させていただきまして、最後に Q&A という流れとなっております。それではまず株式会社ハコスコ、弊社ハコスコが、まあどういった会社なのかというところの、ご説明です。まず弊社ハコスコなんですけれども、代表の藤井がですね、脳科学者、研究者でして、ハコスコでは現在、科学を豊かにするということをテーマにしております。今まではですね、VR 授業を中心に行ってきたんですけれども、去年からメタストアというメタバースサービス、メタバース事業を、開始しております。はい。では、そのメタストアとは何なのかというところなんですけれども、はい。まず、既存のメタバースサービスですね。この既存のメタバースサービスなんですけれども、大規模イベント向けのサービスが中心となっておりまして、プロモーションに向いているものとなっております。まあ、そのために導入コストが非常に高い。それから見るために専用のデバイス、ゴーグルなどが必要になってくる場合があると。まあ、そのために継続的な利用が難しいという障壁がありました。メタストアはですね、無料から手軽に導入ができて継続しやすい。それからテンプレートを選ぶだけで誰でも簡単に解説ができる。それから専用のデバイスですとかアプリが不要で、ブラウザーだけで即アクセスができるという特徴を持っております。はい、このメタストアの主な特徴なんですけれども、体験型の小空間、このメタバースならではの、体験型の販売ですとかサービス提供が可能となっております。あとはウェブブラウザーで、手軽にアクセスができると。ということと、あとは対話接客、ビデオ会話が、できるということですね。ボイスチャットですとか、あとはズームを使ったビデオ会話を行うことで、リアルなつながりを再現しております。それから決済、カート機能がありまして、あとはチャットボットを利用することで、24時間の無人接客も可能となっております。それから無料から、ご利用いただくことが可能となっております。はい、このメタストアの利用シーンなんですけれども、接客会話機能、決済機能、組み合わせて活用することで、まあ、様々なシーンでご利用いただけます。ということで、弊社ハコスコとして、利用を想定しているシーンなんですけれども、飽きない、それから、展示、コミュニティ、オフィス、というような使い方を、想定しております。今回、ワークショップの方で、制作するスペースは、このコミュニティのところですね。コミュニティスペースを制作をしていくようになります。はい。では、実際に今、ご利用いただいております事例の紹介をさせていただきたいんですけれども。はい。まず、弊社のハコスコのオフィスですね。これはオフィス利用となっております。はい。こちらが実際の弊社ハコスコのオフィスのスペースになります。弊社のオフィスなんですけれども、もともと東京、原宿にあったオフィスをですね、完全に今、メタバース上に移転しております。実際のオフィスは今、なくなりまして、完全にこの、メタバース空間の中で、ミーティングなどを行っております。でですね、このオフィスなんですけれども、これは、実際に熱海の方にある、オフィスを、そのまま、メタストア上に再現したものとなっております。で、こういった、弊社で取り扱っているものが並んでいたりですとか、この中に入っていくとですね、はい。こんな状態になっておりまして、中に入ってミーティングをしたりですとか、そういったことが可能になっております。いろいろと、オフィスの方に機能を搭載しているんですけれども、そちらの方はまた、後半の方でお話しさせていただきます。
では次にですね。はい。キャリアボット様、関西学院大学様の、スペースなんですけれども、メタバース上に、大学にありますキャリアセンターというのを構築しまして、場所に左右されず、気軽に学生、教職員がコミュニケーションを取ることができるスペースを作られております。はい。で、実際のスペースはこちらですね。はい。はい。まず、この、メタストアの、画面の見方なんですけれども、今、下を見ていただきますと、いろいろなアイコンが並んでおります。こちらはヘルプとなっておりまして、まあ、操作方法などが出るものですね。で、設定の画面がありまして、まあ、ここに1と出ているものがあるんですけれども、この状態で、ボイスチャットにつながった状態になっております。なので、例えばこの画面の、スペースの裏側でスタッフが待機しておりまして、このスペースを開くと、その待機しているスタッフの方に、音が聞こえます。その音を聞いて、スタッフの方が、話しかけると、まあ、いらっしゃいませです。こんにちは、など。話しかけると、もう、声が聞こえる状態になっておりますので、ボイスチャットで、コミュニケーションを取ることができるようになっております。実際に中を見ていきますと、このようにですね、机が並んでおりまして、実際のそのスペースの、キャリアセンターのような、状態になっておりまして、それからこの壁のところにですね、ポスターといいますか、こういった画像を貼ることで、この画像からこのリンク先などに飛ばすことができるようになっております。というものですね。このように、リンクに飛ばすことができるようになっております。なので、資料ですとか、そういったものをこう入れ替えて、貼っていくことが可能になっております。それから、このようにですね、アバターを設置することができるんですけれども、このアバターに近づいていきますと、これは設定がされていればなんですけれども、はい、下にアイコンが出てきまして、ズームの機能を使うことができるようになっております。なので、このズームから入ると、今、この実際に使われているズームと同じように、このメタストアの中でズームを使えるようになっております。はい。で、このキャリアセンターなんですけれども、まあ、実際にですね、その学生が、学校の方に行かなくても、このスペースの中で相談をしたりすることができるというところで、ご利用いただいていたりですとか、まあ、実験などを行っていらっしゃるというところですね。はい。はい、次にですね、塾生の格納神様。ということで、日本初のメタバース、ミートショップ。ということで、お肉をこのメタストア上で販売をされていらっしゃいます。はい、これが実際の画面ですね。はい、このようにお店の中に入っていきますと、たくさんお肉が並んでおります。はい。このお肉をクリックすることで、はい、このように、購入することができるんですけれども、実際にこの購入をするときにですね、このミートコンシェルジュというお肉の職人さんですね、との話をしながら、この肉のことを聞いて実際に購入ができるということで、非常に面白い、買い物ができるというスペースになっております。まあ、通常の EC ですと、なかなかその、まあ、物の写真だけを見て、その判断するというのが結構難しかったりするんですけれども、まあ、実際にその話を聞きながら、購入をすることができるということで、やっぱり安心感も違ってきますので、まあ、よりその美味しいお肉を欲しいというお客様と、あとはその、やっぱりより良いお肉を提供したいという、この販売者様側のですね、まあ、需要と供給というのが非常にこのスペースを通して、実現できているんではないかなと思います。はい。で、今見ていただきました、この格納神様、それからキャリアボット、この一つ前のものですね、のスペースというのは、
これ、カスタムスペースとなっておりまして、ちょっとテンプレートだけでは作れないものになっているんですけれども、まあ、別途、ご相談いただくことで、こういったオリジナルのスペースを作ることも可能となっております。はい。そうですね、このメタストアの機能の一つとして、AR 表示ですね。この中に、スペースの中に展示している 3D モデルを AR 表示して、実際にその自分の、部屋ですとか、そういったところに表示することができるという機能があります。のスマホなどをお持ちでしたら、今実際にこの QR コードを読み込んでいただきますと、この左側に表示されているパンツですね、このズボンの 3D モデルを実際に見ることができますので、よろしければ、読み取ってみてください。例えば、家具ですとか、机ですとか、椅子ですとか、そういった家具を、この、AR 表示することで、実際に自分の部屋に配置して、どのような、この雰囲気になるのか、というところを見て、実際に購入することができるということで、実際に椅子のメーカー様などでもご利用いただいております。はい。はい。それからですね、こちら先日行ったライブコマースのイベント、なんですけれども、サバコーヒーさんというコーヒーショップと、VTuber の、琴原ひなりさんという、方が組みまして、ライブコマースのイベントを行いました。で、大体、行ったイベントの時間が1時間半ぐらいで、売上が 53,800円と。GVR70% ということで、結構参加された方、かなり、購入をしていただいたという数字になっております。で、実際に参加された方の、アンケートを見ましても、満足度が非常に高くですね。まあ、これ初めてのイベントだったんですけれども、まあ、大成功だったのかなと思います。なので、こういったイベントなどもですね、実施できますので、いろいろ実際に使っていただいて、可能性を探っていただければと思います。それでは、実際にここからですね、ワークショップの方に入っていきたいと思います。はい、コミュニティスペースを作成してみようということで、はい、本日、このような、コミュニティスペースの方を作りたいと思います。でですね、制作の流れなんですけれども、からのスペースの作成ですね。まず何もない状態を作りまして、そこから箱、建物、背景の設定を行って、それからアバター、椅子、机などを配置していきます。その後に、事前に URL 共有させていただいているんですけれども、CG のモデルですとか、画像のアップロードを行って、アップロードしたものの配置を行って、スペースの確認を行っていくと。という流れで、行っていきます。はい。それではですね、ここから、この建物と背景の、設定をしていきますので、左上のメニューから一番上のスペーステンプレートをクリックしてください。はい、そうしますと、この箱、建物ですね、のテンプレートと、あとは背景のテンプレートの画面になります。今回の、ワークショップでは、そうですね、だいたい真ん中あたりにあるんですけれども、この真ん中あたりの MS テンプレート V001-005-000 というものを選んでください。はい、こちら選んでいただきましたら、上の背景のタブを押していただきまして、
した背景も、いろいろな種類があるんですけれども、一番上の右側ですね。MSENV-V001005000 という、この、緑の自然のものを選んでいただければと思います。はい、こちら選んでいただきましたら、保存をお願いいたします。はい、テンプレート保存しましたと出ます。はい、ここまで大丈夫そうでしょうか。よろしければ手を挙げていただけると助かります。はい、ありがとうございます。はい、それでは次に、今選びましたその建物のところに、椅子などの配置を行っていきたいと思いますので、左上のメニューからスペースレイアウトをクリックしてください。はい、プリセットレイアウト適用が出ましたらキャンセルをお願いします。はい、それではまず、基本操作の説明なんですけれども、こちらのスペースで、こういったアバターなどを設置するんですが、操作方法非常に簡単です。マウスのみで行います。マウスの右クリックをしながら、マウスを動かしていただきますと、このように、ぐるぐると、回して見ることができます。これが操作の一つ目です。はい、もう一つ操作がありまして、マウスのホイールですね。コロコロ回すところ、回していただきますと、引いたり、寄ったりできます。はい、この二つの操作のみになります。この二つの操作の組み合わせで配置をしていくようになります。はい。では、まずですね、右側を見ていただきまして、アバターがいくつか並んでいると思うんですけれども、基本的に好きなものを選んでいただいてもよろしいんですが、そうですね、アバターの8番、こちらを設置したいと思います。アバターの8番の上で、左クリック一回していただきまして、そうすると白い枠がつきます。この枠がついた状態で、このアバターを持っている状態になります。このアバターを今回は右奥のところに設置したいと思いますので、まあ、大体のところですね。大体のところを持っていっていただいて、もう一度左クリックしてください。はい、そうすると、アバターを置くことができました。で、置きますと、この矢印と輪っかが出てくるんですけれども、この矢印と輪っかを使って、向きを変えたり、あとは場所を変えたりするようになります。今回は、このアバターをですね、この後ろの、壇上のところに置きたいと思いますので、まずはこの青い、線ですね。青い矢印のところをクリック、左クリックしたまま動かしていただきます。はい。そうするとこのように移動することができます。画面が見づらい場合は右クリックしながらこう回していただくと。回していただいて操作、それから確認しやすい角度にしていただければ。よろしいかなと思います。はい。で、今ですね、ここにこの段差がありまして、ただ後ろに移動しただけなので、少し埋まっているんですね。埋まっているので、今度はこの緑の矢印で上に上げたいと思います。緑の矢印をクリックしたまま上に移動していただきまして、はい。そうすると上に出てきます。ここで、はい、このような形で埋まらない場所に設置をしていただければと思います。はい、結構このあたりの配置というのは慣れというところもかなりあるので、まあ、大体の配置をしていただきまして、あとは実際に操作をしていただいて、慣れていただければと思います。
ではまずアバターの設置ができました。次にですね、机の配置を行っていきたいと思います。この、画面右側の部分ですね。今、検索とすべてとあるんですけれども、このすべてのところをクリックしていただくと、下の方にですね、テーブルという項目があります。テーブルを選んでください。はい、そうしますと、テーブルという名前がついているものが一覧に表示されます。はい、このテーブルのですね、下の方を見ていただきますと、はい、ウッドテーブルというものがあります。ウッドテーブル2というものですね。はい、こちらを同様に、左クリック一度していただきまして、まずは持っていただきます。このような形ですね。はい、では、このテーブルをですね、一番左側の手前のところに配置したいので、まあ、大体このあたりですね。大体このあたりに持っていっていただいて、もう一度左クリックしてください。はい。このように置くことができました。はい。で、このテーブルなんですけれども、縦に向きを変えたいと思います。で、この紫の赤丸、左クリックして回転させることもできるんですけれども、回転の場合はですね、この矢印を持って移動する場合は矢印を持った方がおそらく移動はしやすいんですが、回転をさせる場合は、この左側にあります数値を使った方がやりやすいと思いますので、そちらの方法をご案内させていただきます。はい、左側のところ、上に移動と回転とあるので、まずは回転をクリックしてください。はい。しましたら、こちら数値入力となっておりまして、数値を入れていただくか、今回は90度回転させたいので、この下の矢印を押していただくと数値が出てきます。90度選んでいただきまして、適用をお願いします。はい。そうすると90度回転します。はい。こんな形ですね。で、次にですね、このウッドテーブル2の上にありますテーブル14というものですね。こちら、同じようにクリックしていただきまして、こちらは右端に置きたいと思いますので、だいたいこのあたりですね。同じようにクリックしていただきまして、配置をお願いします。はい、このようになりました。で、まあ、ちょっとしたコツなんですけれども、この回転をさせる場合は、例えば、今、机を真上から見て90度回転させると、非常に見やすいので、真上から見るようにしております。はい。では、同じように左側、回転90度となっておりますので、適用をお願いします。そうすると、はい、90度回転します。はい、それでは次にですね、真ん中のところにテーブルを置きたいんですけれども、はい、下の方を見ていただきますと、はい、ガラステーブル1というものがあります。はい、このガラステーブル1を選んでいただきまして、同じように真ん中のあたりに配置をしてください。このような形になりました。はい。ガラステーブルは特に面がないので、このまま回転させずにこのままで大丈夫です。はい。で、ちょっと先に説明させていただくと、今この設置をした机ですね、こちらを、右クリックしていただきますと、アイテム配置と削除と出てきます。間違って置いてしまった場合など、いらない、この机ですとか重機などですね、
そういったものは削除していただいて、あとアイテム配置というのは後ほどやるんですけれども、商品などを並べる場合に使います。はい。はい、ということで、机を3つですね、配置できましたので、机は以上となります。はい。はい、では次にですね、一旦この右側のテーブルを選んでいただいたところを、すべてに戻していただきまして、では次にですね、椅子を配置したいんですけれども、上の検索のところに、チェアと入力をお願いいたします。カタカナでチェアですね。はい、そうしますと、チェアと付いているものが、このように絞られます。はい。では、まずこのレバーチェア1というものを見つけていただきまして、はい、レザーチェア1をですね、このように、左側の机を囲むというか、挟むようにですね、2つ配置をお願いいたします。このような形ですね。はい、左クリックで持って、移動をさせて、もう一度左クリックで置くということですね。はい。このような形に置いていただきましたら、はい。まずは椅子の向きを変えていきたいと思います。では、こちら側の椅子なんですけれども、机の方に向けたいので、この場合はマイナス90度ですね。回転で、ここからマイナス90度を選んでいただきまして、適用をお願いします。すると机の方に向いて、椅子が設置されます。はい。こちら側の椅子は、この逆に向けたいので、こちら90度ですね。90度を選んでいただきまして、適用をお願いします。はい。そうしますと、向かい合う椅子ができました。はい。で、この机との距離がちょっと違うのが気になるので、この状態で微調整します。で、この右側の椅子を少し、動かしたい、右側に移動したいんですけれども、ちょっとここもコツがありまして、この青い線を押して移動するんですが、この青い線が机にかかっている部分を押してしまうと、机の方に、その当たり判定が行ってしまいますので、机に被っていない部分ですね。この微妙な部分なんですけど、このあたりをクリックしていただくと、椅子を移動させることができます。はい。この机に被っている部分を押してしまうと、机の方に行ってしまう。ので、机に被っていない部分をクリックしてください。はい。もうちょっと、あれですかね。はい。このような形で、微調整を行っていくようになります。はい。では、他のテーブルのところにも同様にですね、配置を行っていきたいと思います。はい、この右側の、椅子のところなんですけれども、また下の方をの、見ていっていただきますと、はい、デザイナーズチェアの2と3というものがあります。まずは真ん中の椅子のと、真ん中のテーブルのところに椅子を配置したいので、デザイナーズチェアの3番を押していただきまして、はい、同じように、はい、挟むように配置してください。はい。配置ができましたら、同じように椅子を回転させて、回転させていきます。はい。まず右側の椅子ですが、こちら90度回転させたいので、このまま90度になっているので適用をお願いします。はい。反対側の椅子。こちらマイナス90度なので、マイナス90度
選んでいただきまして、適用をお願いします。はい。はい。こちらもちょっとだけ、少し話したいので、このように、椅子とテーブルは被っていないところですね。このあたりを選んで移動させてください。はい。あとは、この、いろいろな角度から見ることで、ちょっとこうずれていたりですとか、そういったところをどんどん、微調整、していくような形ですね。はい。あとは、一つ基準としまして、ここに座標が出て、左側の上のところですね。座標が出ておりますので、この座標を見て、合わせるというのも一つの方法です。今 Y というのがこの緑なんですけれども、上下ですね。この Y のところは0になっておりますので、床にぴったりくっついている状態になります。で、Z というのがこの青いところになりますので、今こちらの椅子がですね、ちょっと向き変わりましたね。こちらの椅子がですね。はい。Z が 1.5 のところにあります。こちらも、同じように 1.5 のところまで合わせてあげると、これでこの椅子の位置が揃いますので、ここも一つの、目安としてご利用いただければと思います。はい。では、一番右側の、机のところにも、椅子を配置しますので、デザイナーズチェア2を選んでいただきまして、同様にお願いいたします。はい。はい。では、同じようにですね、じゃあ、右側90度回転させたいので、90度で、反対側はマイナス90ですね。はい。明らかにこの椅子の位置がずれておりますので、ちょっと Z 軸を見て、同じように、先ほどのこちらに合わせる形で 1.5 にしたいと思います。はい。これでこの、奥行きというんですかね。この部分を 1.5 に統一したので、ここまで全て合ってるはずです。この左側の、椅子のところはやっていないんですけれども、真ん中と右側の椅子は 1.5 のところで合っております。はい。このような形で、設置が完了となります。まあ最初は、おそらく、慣れるまでは少し、難しいと思うんですけれども、本当にこのテンプレートを選んで、設置するだけで、こういった空間が作れるので、非常に簡単にこの空間を作ることができる。というのが、このメタストアの特徴です。はい。一旦ここまでの状態で、どのようになっているか確認をしたいと思いますので、上の保存をしていただきまして、一応別のレイアウトに保存をしていただいて、公開レイアウト選んでください。それで保存をお願いいたします。はい。では、左上の矢印で戻っていただきまして、メニューから、はい、マイスペースへ移動をクリックしてください。そうしますと、この制作画面ではなくて、実際に訪れた人の目線で、そのスペースを見ることができます。はい。このような形ですね。はい。では今、実際に配置したものを見てみますと、はい。机と椅子が、並んでおりますね。はい。
実際にこうやって確認をしながら、ちょっとこの、隙間が気になるなですとか、ちょっと位置が気になるななどありましたら、修正をしていくというような流れになります。はい。はい。それではここまでいかがでしょうか。大丈夫そうですかね。大丈夫そうであれば、挙手いただけると助かります。はい、ありがとうございます。はい。それでは、管理画面、先ほどの、画面に戻っていただきまして。はい。では、ここからですね、3D のモデルですとか画像などをアップしまして、そちらを配置を行っていきたいと思います。はい、事前にですね、3D モデルですとか画像の URL 共有させていただいていたんですけれども、すでにダウンロードはお済みでしょうか。もしお済みでない方がいらっしゃいましたら、ダウンロードをお願いしたいんですけれども、ダウンロード URL って今すぐ出ますかね、事務局の皆様。少々お待ちくださいませ。はい。はい、それでは、まだ、ダウンロードお済みでない方いらっしゃいましたら、URL の方からダウンロードお願いいたします。はい、では、次にアップロードの方法なんですけれども、はい、左上のメニュー開いていただきまして、上から3つ目のアイテム管理を押してください。はい。はい、そうしますと、すでに、こちらのアカウントと上がっているんですけれども、はい、はい。上にアイテム登録とあります。こちらから、いろいろな、メディアアップロードできるんですけれども、上から3つですね。FBX ファイル、GLB ファイル、VRM ファイルというのは 3D のモデルのデータとなります。で、画像ファイルというのがの画像。それから動画ファイルが動画のファイルになります。動画ファイルは、月額の1万円プランの方でご利用いただけるものになります。はい、で今回アップロードするファイルなんですけれども、一番上の FBX ファイル。となりますので、そちらをクリックしていただきまして、はい。で、今のURL の、フォルダの中にですね、plant.fbx というものがあります。こちらを開いていただきますと、はい、このような形になります。はい。で、まずこのサムネイル撮影エリアというものがあるんですけれども、このサムネイルというのはですね、商品を、表示する際に、まあ、先ほどお肉のものとか見ていただいたと思うんですけれども、その時に、出てくるサムネイルの画像となります。となりますので、ここは、結構綺麗に撮って、商品であれば綺麗に撮っていただいた方がいいのかなと思います。で、今、このプラント、植物なんですけれども、今、鉢の部分しか入り込んでいないので、いろいろ調整をして、この四角の中に収まるように調整をします。
はい、まず、移動ですね。左側、左下の移動。で、下に移動します。はい。まだかなりはみ出していて、大きいので、今度はサイズですね。サイズを小さくします。はい。また移動して、右に移動して、はい。大体収まりました。もう少し葉っぱを見せたければ、このように回転していただいたりとか、はい。大体こんな感じですかね。まあ、いい感じに、作っていただきまして、あとは背景色がですね、真っ黒から真っ白まで選ぶことができます。まあ、見栄えのいいぐらいの、色を選んでいただくのがよろしいかと思いますので、こちらもお好みで設定していただきまして。はい。いい感じになりましたらサムネイル撮影を押してください。はい。サムネイル作成されましたとなりましたら次へ進んでください。はい、次に Shopify 連携というものが出るんですけれども、こちらは Shopify という EC サイトと連携している場合のみ必要なものになります。連携しておりませんのでスキップしてください。はい。で、今回のこの植物なんですけれども、一旦こちらはですね、その装飾品として置きたいと思いますので、アイテム名のみ入力をお願いいたします。プラント、まず取っておきます。はい。で、アイテム説明とアイテムにリンクを挿入ということで、ここに URL を入れますと、この商品ページに飛ばしたりすることができるんですけれども、一旦今回はなしなので、チェックを外してください。はい、アイテム名だけ入れて登録をお願いします。はい、そうすると、このようにアップロードされます。はい。次に同様にですね、上のアイテム登録から画像ファイルを選んでいただきまして、はい、ドックの、犬の画像を選んでください。はい。そうすると、この画像ファイルは自動的にサムネイルが作成されますので、このまま次へ進んでいただきまして、Shopify連携も行いませんので、スキップお願いします。はい。はい、アイテム名を入れていただきまして、今回はですね、少し、このリンクを入れて、飛ばせるようにしたいと思いますので、何かご自身のホームページ、会社のホームページですとか、ご自身が持っているホームページの URL を入れてみてください。はい、ハコスコの URL を入れます。アイテム説明のところ、何か、文字を入れていただきまして、はい、このようにですね、URL、リンクを飛ばす場合はですね、アイテム名とアイテム説明、それからリンクを入れることが必須となります。こちら入れていただきましたら登録をお願いいたします。はい。アップロードが完了しました。はい、このアップロードまで大丈夫そうでしょうか。ここまで何か質問などもあれば書き込んでいただいたりですとか、よろしければ、挙手いただけると助かります。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今アップロードしていただきました、このアイテムを、実際に配置を行っていきたいと思います。左上メニューから、もう一度スペースレイアウト、開いていただきまして、
はい。はい、編集画面になりました。では、ここに、植物と、画像を配置するんですけれども、そのままこの机の上などに配置することもできます。ただ今回はですね、直接その植物と、それから、その、画像を貼っていきたいと思いますので、この右側すべてのところをクリックしていただきますと、下の方にですね、透明重機というものがあります。透明重機ですね。こちら選んでいただきまして、まずは真ん中のあたり、このあたりに置いてみてください。はい。透明重機なんですけれども、結構小さいものになります。はい。この真ん中の壁のところに、絵を飾りたいと思いますので、まずはですね、その画像を配置しますので、この透明重機を右クリックしてください。そうするとアイテム配置削除が出まして、アイテム配置をクリックお願いします。はい。画面が変わりましたら、こちら一度クリックしていただきまして、で、右側の商品名、アイテム名とあるんですけれども、この商品名は Shopify を連携している場合のみ、こちらに表示されるものになりますので、今回は、Shopify 連携していないの、していないので、アイテム名、クリックお願いします。はい。では、先ほどアップロードしていただきました、この犬の画像ですね。そちら、クリックしていただきまして、はい、これですね、非常に見づらいんですけども、すでに配置されている状態となります。ただ、このままだとサイズが小さいので、サイズを大きくしたいと思います。はい、左側、移動、回転、スケールとありますので、このスケールをクリックしていただきまして、そうすると、この、矢印がですね、四角に変わるんですけれども、こちらどこを引っ張っていただいても大丈夫です。こちら引っ張っていただくと大きさが変わります。はい。だいたいこのぐらいですかね。まあ、このあたりは実際に配置したものを見ながら微調整するような形になります。はい。ある程度の大きさで、大きさにしていただきまして、上の保存をお願いいたします。はい。保存しましたら、矢印で戻っていただきまして、で、今この画面では確認できないんですけれども、すでに配置されている、画像が配置されている状態となりますので、これを今度は壁に、設置していきたいと思います。で、壁に設置するんですけれども、このまままず壁のところまで持っていってしまいますと、このように見えなくなってしまうんですね。まあ、下からは見えるんですけれども。見えなくなってしまうので、先にですね、高さを決めてしまいたいと思います。まず緑のところで、ある程度の高さまで上げていただいて、大体半分ぐらいですかね。はい。次に、はい、このように机のところに被ってしまうと、机の方に、判定が行ってしまうので、机と被らないところを選んでいただいて、このように移動していただくと。で、今壁に埋もれましたので、少し戻してあげて、はい。大体こんな形ですね。少しこう、真ん中よりも、手前に来るような形で設置していただくとよろしいかと思います。はい。もう少し上ですかね。はい。このような形で設置を行います。
はい。ではもう一つですね、先ほどの植物も同じように透明樹液に配置したいと思いますので、透明樹液をもう一度、今度は左端の方に置いていただきまして、はい、こちらも同様にですね、右クリックからアイテム配置、進んでいただきまして、クリックですね。で、右側アイテム名、選んでいただきまして、プラント選んでいただきます。はい。はい、こちらは大きさそのままで大丈夫そうなので、このまま保存をお願いします。はい、保存しましたら左上、矢印で戻っていただきまして、はい、こちらも同様なんですけれども、こちらはですね、この段差の上のところに配置したいので、ある程度のところまで上げていただきまして、このように移動していただいて、この建物の左奥に来るような形にしてください。これだと今、少し床から浮いているので、大体このあたりですかね。このような形で建物の左奥のあたりに置いてみてください。はい、こちら置きましたら、保存で、このレイアウトに保存をお願いします。はい、では保存ができましたら、もう一度ですね、確認をしたいと思いますので、左上のメニューから、マイスペースへ移動をクリックしてください。それでは今、配置したものが反映されている画面が開くと思います。ちょっとだけ、この机の中心がずれているのが気になるんですけれども、こういったものを後から、微調整するような形ですね。はい。それではですね、このように見ていただきますと、はい、このように、画像が貼られておりまして、それから植物が置いてあります。ちょっとはみ出してますね。はい。このような形で配置をすることができるようになっております。で、この画像のところなんですけれども、画像のところをクリックしていただきますと、先ほど URL を入れましたので、あれ、反映されてない。ちょっと確認しますね。URL を入れていれば、よいしょ。この URL が入っていれば、こちら今、ハコスコのホームページを設定しておりますので、ハコスコのホームページに飛ばすリンクを表示することができます。ちょっと反映されてないですね。はい、なので、今こちらはですね、コミュニケーションスペースを、作ったんですけれども、例えばこのプラントの植物のようにですね、商品として、
売りたいものを置いたりですとか、あとは、まあ、机ではなくて棚などを置いて、そういったところにその 3D で作ったモデルなどを配置したり、あとはこの画像などを配置したりすることで、お店を作ることもできますので、ぜひいろいろ作って、試していただければと思います。はい。ということで、ワークショップ、実際にその、スペースを作るというワークショップは、以上で完了となります。はい。まあ、実際にいろいろ試してください。はい。ありがとうございます。でですね、ここからは、この、メタストアの、機能などについてご紹介させていただきたいと思います。はい。まず、ボイスチャットですね。これ、先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、はい。ここの部分、すでに、このスペースを開くと、ボイスチャットには接続されている状態となります。で、もう一つが、ズームになるんですけれども、ズームは、こちらのですね、管理画面のスペース設定というところにですね、はい、ズームの設定がありまして、ここに、ズームの情報を設定すると、ズームが使えるようになります。で、このメニューの中にですね、トークへ移動とズームへ移動というものがあるんですけれども、このトークへ移動を押していただきますと、はい、このような画面になります。こちらが、裏側のそのトークの画面になりまして、この画面を開いて待機をしているとですね、先ほどのスペースに、誰かが来ると音が鳴りまして、それが合図となって、そこでコミュニケーションを取ることができるようになります。はい。で、まあ、こちらの設定したあれば、ズームへ移動が押せまして、はい。このメタストアの中で今ご利用いただいております、このズームですね。ズームをご利用いただくことができます。ズームの機能がほぼほぼそのまま使えるので、画面共有ですとか、チャットなども使うことが可能です。はい。ここがおそらくそのコミュニケーションを取るというところでは一番重要になってくるんですけれども、まあ、通常のその EC とも違う部分として、通常の通販ですと、実際の商品を写真でしか見れないというところなんですが、メタストアの場合は商品を置いて実際に話しながら、もしくは顔を見ながら接客をできるですとか、あとはこの空間を使って、この、まあ、3D の空間を使って、ボイスチャットですとか、ズームを使ってコミュニケーションが取れるというところで、いろいろ活用していただけるのかなと思います。はい。そうですね。メタストアラボと言いまして、このメタストアにですね、いろいろ実験的な機能を搭載して、実装していくという、まあ、プロジェクトのようなことを行っているんですけれども、その中でそのズーム会話、それから今チャットボットが使えるようになっております。あとはオプション機能としてチャット GPT が使えるようになっております。あとはですね、AR 機能、前半でもご紹介させていただいたんですけれども、AR 機能が使えまして、あとは透明壁というものも使えるようになっております。この透明壁の、派生版で課金エリア、限定公開というものも使えるようになっております。このあたり詳しくお話しさせていただきますと、まずは有料限定エリアというものですね。これ課金エリアというものなんですが。はい。ハコスコの、オフィスに戻ってきました。このオフィスの一番奥のところにですね。はい。この鍵がついているところがあります。はい。で、ここが、
透明壁というところと、それの派生する、有料限定エリアというものですね。ここの壁自体に、ロックがかかっておりまして、ここでパスコードを入れると、やっと中に入ることができるようになっております。でですね、このパスコードを、入れるだけのものが透明壁となりまして、もう一つ、この有料限定エリアというのは、このパスコードをその場で購入することができるというものになります。はい。パスコードだけのものと、パスコードその場で購入できるものですね。なので、例えば使い方としては、このパスコードを知っている人だけが、はい。このズームに参加できて、ミーティング、会議ができる。ですとか、あとは、イベントなどですね。イベントなどでその空間全体に、ロックをかけてしまって、そこのところでそのパスコードを買って、初めて中に入れるというような使い方ができます。はい。はい。これが、透明壁と有料限定エリアというものになります。はい。それからチャットボットですね。チャットボットは、いろいろな質問などに、自動的に答えるものなんですけれども、こちら実装しますと、人間の場合ですと、このスタッフさんを裏側になかなかその、長時間待機するのは難しいと思うんですが、チャットボットが、20分対応してくれると。そういったことも可能です。はい。このチャットボットの、これも派生のようなイメージにはなるんですけれども、はい、チャット GPT ですね。はい。あ、チャットボットはこの右下に表示されているものですね。こちらチャットボットになります。はい。で、こちらがですね、チャット GPT になります。はい、質問を入力とありますね。例えばなんですけれども、例えば、今日の最高気温は、例えば何かご質問をしてみますと、チャット GPT が答えてくれるというものになります。でチャットボットとチャット GPT が、何が違うかというと、チャットボットはもう、決められた回答が、そのまま表示されるというようなイメージで、チャット GPT の場合は、本当に人間と喋っているようなイメージで、答えを返してくれることが多いというイメージですね。はい。必ずしもその人間と同じような回答はできないと思うんですけれども、はい。はい。このような形ですね。今日の、東京の今日の最高気温はと聞いて、はい、確認していませんが、東京、天気予報によると30度以上になれるそうですと、答えをもらいました。で、あとはメタストアの情報がいろいろ出てきたと。いうような形で、非常に人間っぽい、返しが、できるのがチャット GPT になります。はい。これもオプション機能ですけれども、実装可能です。はい。あとは動画再生ですね。アップロードした動画をメタストアの中で再生することができますと。というところと、あとは 3D モデルの AR 表示。はい。商品をですね、GLB という形式の 3D データをアップロードしますと、この AR モデルが使えるんですけれども、このように、このマイクの、例えば、モデルをですね、実際の空間に配置してみると、このような形になると。
AR 表示、こういった使い方ができます。これもですね、かなり面白いので、いろいろと使い道はあるなと思っております。はい。それから、iFrame を使用して、ホームページに直接埋め込むことができるようになっております。通常、ホームページ、まあ、どうしてもその二次元の情報が下になってくるんですけれども、ここにこのメタバースを埋め込むことで、非常に奥行きのある空間を作ることができますので、ホームページなのに奥行きがあるという、ちょっと不思議な体験ができるホームページを作ることができます。で、まあ、単純にですね、ホームページで、まあ、話題性ですとか、そういったところも狙えるのかなと思いますので、ぜひ、こういったコミュニティスペースなど、ホームページに埋め込んでいただいて、はい。ぜひそこでコミュニケーションを取っていただければと思います。はい。それから、事例のところでもお話しさせていただきましたが、オーダースペース制作もございます。プロのデザイナーによります、このスペース制作を受けたまっておりまして、まあ、30万円から、受けたまわっておりますので、それをオリジナリティのあるスペース、空間を作りたいという方は、ぜひご依頼ください。